グレン VS レッドウィング。広島グレンです。印象は特にないです。レッドウィングです。そうですね、動画で見させてもらったんですけど、ラップかっこいいなと思う感じです。はい、ありがとうございます。どんなマインドで過ごしてきましたか？ちょっとそれぞれよろしいです。じゃあグレンさんから。変わらず何もただ倒すだけでです。ありがとうございます。レッドウィングさんはいかがですか？そうですね、まあいつも通りって感じで、はい、ありがとうございます。レッドウィングさんに質問なんですけれども、父親に会うためにラップを始めたということなんですけれども、もし会ったら何を言いますか？また KOK 見てほしいでしょうか？あ、そうですね、まあ見れるなら見てほしいのはありますね、はい。何か伝えたいことというか、会ったら言いたいこととかありますか？まあ会った時に変わり、会った時によりますね、その言いたいことっていうのは。それではですね、以上で、この組み合わせ、グレン VS レッドウィングということで、以上となります。それではご退席いただければと思います。すいません、遠隔のためにですね、スチール写真は、なしにさせていただきますので、このままご退席いただきます。見事、ですね、3組目の発表はグレン VS レッドウィングということで、若い者同士の戦いとなって、こちらも注目となっております。